ニセ恋、嫁入り、マジ恋プラス、ギャラリーへ参ります。設定を変更します。よか設定に変えちゃんない。 BGM の音量を変えられるよ。効果音の大きさば調節するったい。オフにするとラックンの声が聞こえんくなってしまうけん、絶対にオンにしとってくれんね。ナビゲーションキャラば変更せんでほしかばい。オフにすると一条くんの声が消えちゃうよ。オンにしよう。効果音の音量だ。したオフにするとラクさんの声だけカットします。なんて恐ろしい機能でしょう。ナビキャラ変更大丈夫、私大丈夫だよ。オフにするとラクさんの声だけカットします。なんて恐ろしい機能でしょう。自動化した時のテンポを変えられるよ。既読にしておけ。些細な見落としも戦場では死につながるからな。会話のテンポ調整、文字が速くなったり遅くなったりだよ。なんか変わってないみたいだよ。ニセ恋嫁入りばい。マジ恋プラス得体の試練モードだな。あのどなたとデートをなさるんでしょうか。身の程を知れ。次こそはうちが。少し遅刻しちゃったかしら。お待たせしてごめんなさい。そのね、どうしてもリボンの角度が決まらなかったの。だってだって今日はせっかくのデートの日ですし、おかしな格好であなたの前に出たくなかったから。今日の私大丈夫かな。おかしいところない。え、言葉遣い。そうかしら、いつもこんな感じですけど。あ、ちょっと待ってダーリン、肩に糸くずがついてる。はい、取れたよ。もう大丈夫。どうしたのダーリン、なんで驚いた顔で固まっているの。そんな変だなんて。ただダーリンに私の可愛いところを見て欲しかっただけなのに。くそ。いいの、だって悪いのは私だもん。ダーリンに不愉快な思いをさせちゃって本当にごめんなさい。クソ。私本当にダメよね。泣いてたって仕方ないのに。そんな暇があったら今の自分を変える努力をしないといけないのにね。ねえダーリン、私ダーリン好みの女の子になりたいな。あなたのために自分を変えたい。ダーリンはどんな女の子が好み？それがダーリンの好みなの？そんな女の子そうそういるとは思えないけど、でもそれがダーリンの望みなら私頑張る。だからお願い、これからもずっといつまでも私と一緒に。おーい、おーいったら、おーい、何寝てんのよ。返事しなさいよ
このバカ！あんた、人と話してる途中で寝るなんていい度胸してるわね。まったく、いくら恒例の定期デートだからってだらけるにも程があるわ。お、何よ、狐につままれたような顔しちゃって。まだ寝ぼけてるわけ？だったら目が覚めるようにもう一発お見舞いしてあげようか。は？夢の中？どういう意味よ。へえ、そんな夢見てたんだ。それって現実の私がガサツで凶暴な女って言ってる風にしか聞こえないんだけど。ふん、どうだか。ああもう、頭くる。そもそも私と一緒にいて居眠りするってのが許せないわ。もう私だけはしゃいじゃってバカみたいじゃん。ねえ、本当にもう少しおしとやかになった方がいいのかな。そうしたらあんたも退屈したりしない？そう、ならいいわ。で、よくない。つまり単純にあんたがぶったるんでるってことじゃない。今後居眠りなんかしたら許さないからね。しっかりしなさい、私の彼氏としてね。誰とデートする？ラックンの好みってひょっとして。何か事情が終わりなんですよね。ちょっとそこのバカ、ねえ聞いてるの？あんたのこと言ってるに決まってんでしょ。何かってあんたこそ頭大丈夫？わけわかんないこと言ってないでさっさと行くわよ。さてと、みんないらっしゃい。あんたたち本当にいい子ね。うん、よしよし、お腹空いてるのね。よし、この袋全部あげちゃう。そーれー、何よ、これくらいいいじゃない。あんただってお腹が空いてるときたくさん食べたくなるでしょ。っていうかあんたさっきからほんとおかしいわよ。言いたいことがあるならはっきり言えば。ほー、聞き捨てならないわね。私がおしとやかじゃないってそう言いたいのかしら。そういうわけなんでしょうが、彼女にそんなこと言うなんてバカ最低。ふん、あんたが悪いのよ。もうあんたなんて、あんたなんて大嫌い。あ、大丈夫？急に転んだりして頭打ってない？どこも痛くない？え、本物って？私は最初から私だよ。何か変な夢でも見てたのかな。で、どうしたの？私の顔さっきからじっと見て。え、なんだかよくわからないけど、ありがとう。親睦を深め、より多くの情報を引き出してこい。はい、ありがとうございます。お嬢が貴様に惚れるなど絶対にありえん。少し遅刻しちゃったかしら。お待たせしてごめんなさい。そのね、どうしてもリボンの角度が決まらなかったの。だって今日はせっかくのデートの日ですし、おかしな格好で
あなたの前に出たくなかったから。今日の私大丈夫かな。おかしいところない？そんな、ひどい。性格がおかしいだなんて。え、いつもと違う？そうかしら。いつもこんな感じだと思うけど。あ、ちょっと待って、ダーリン。肩に糸くずがついてる。はい、取れたよ。もう大丈夫。どうしたの、ダーリン？なんで驚いた顔で固まっているの？暇があったら今の自分を変える努力をしないといけないのにね。ねえダーリン、私ダーリン好みの女の子になりたいな。あなたのために自分を変えたい。ダーリンはどんな女の子が好み？男勝りでボーイッシュ。おー、難しそう。だって私運動は苦手だし、それに引っ込み思案だし。でもそれがダーリンの好みなら私頑張るから。だからお願い、これからもずっと、いつまでも私と一緒に。おーい、おーいったら、おーい、何寝てんのよ。返事しなさいよ、このバカ。あんた、人と話してる途中で寝るなんていい度胸してるわね。まったく、いくら恒例の定期デートだからってだらけるにも程があるわ。お、何よ、キツネにつままれたような顔しちゃって。まだ寝ぼけてるわけ？だったら目が覚めるようにもう一発お見舞いしてあげようか。は？もっと？何よそれ。へえ、そんな夢見てたんだ。それって現実の私がガサツで凶暴な女って言ってる風にしか聞こえないんだけど。余計なお世話よ、このバカ。ああ、もう頭くる。そもそも私と一緒にいて居眠りするってのが許せないわ。もう私だけはしゃいじゃってバカみたいじゃん。ねえ、本当にもう少しおしとやかになった方がいいのかな。そうしたらあんたも退屈したりしない？そう、ならいいわ。で、よくない。つまり単純にあんたがぶったるんでるってことじゃない。今後居眠りなんかしたら許さないからね。しっかりしなさい、私の彼氏としてね。誰とデートする？ラクンの好みって、ひょっとして。せいぜい楽しんでこい。ちょっと、そこのバカ。ねえ、聞いてるの？なんでそんなお化けでも見たような顔してんの？はあ？今さら何言ってんの？わけわかんないこと言ってないで、さっさと行くわよ。さてと、みんないらっしゃい。あんたたち本
当にいい子ね。よしよし、お腹空いてるのね。よし、この袋全部あげちゃう。それはあ、さっきから何言ってんの。言いたいことがあるならはっきり言えば。何それ、キモ。要するに私に文句があるってことかしら。へえ、言ってくれるわね。彼女にそんなこと言うなんてバカ最低。わからず屋には制裁が必要でしょ。あー手が痛い。もうあんたなんて、あんたなんて大嫌い。あ、大丈夫？急に転んだりして頭打ってない？どこも痛くない？え、もっと？どうしたの急に。私は最初から私だよ。何か変な夢でも見てたのかな。って、どうしたの。私の顔さっきからじっと見て。え、天使？なんだかよくわからないけど、ありがとう。誰とデートするつもりやろか。私も行きたいな。お嬢、こんな男に。しちゃったかしら。お待たせしてごめんなさい。そのね、どうしてもリボンの角度が決まらなかったの。だってだって今日はせっかくのデートの日ですし、おかしな格好であなたの前に出たくなかったから。今日の私大丈夫かな。おかしいところない？え、言葉遣い？そうかしら。いつもこんな感じですけど。あ、ちょっと待って、ダーリン。肩に糸靴がついてる。はい、取れたよ。もう大丈夫。どうしたの、ダーリン。なんで驚いた顔で固まっているの？そんな、変だなんて。ただ、ダーリンに私の可愛いところを見て欲しかっただけなのに。くそ。いいの。だって悪いのは私だもん。ダーリンに不愉快な思いをさせちゃって本当にごめんなさい。くそ。私本当にダメよね。泣いてたって仕方ないのに。そんな暇があったら今の自分を変える努力をしないといけないのにね。ねえダーリン、私ダーリン好みの女の子になりたいな。あなたのために自分を変えたい。ダーリンはどんな女の子が好み？本当に嬉しい。だって今の私をそのまま受け入れてくれるってことでしょ。これからも私おしとやかで料理上手な女の子でいるから。だからお願い、これからもずっといつまでも私と一緒に。おーい、おーいったら、おーい、何寝てんのよ。返事しなさいよ、このバカ。あんた、人と話してる途中で寝るなんていい度胸してるわね。まったく、いくら恒例の定期デートだからってだらけるにも程があるわ。お、何よ、狐につままれたような顔しちゃって。まだ寝ぼけてるわけ？だったら目が覚めるようにもう一発お見舞いしてあげようか。は？
夢の中？どういう意味よ。へえ、そんな夢見てたんだ。それって現実の私がガサツで凶暴な女って言ってる風にしか聞こえないんだけど。ふん、どうだか。ああ、もう頭くる。そもそも私と一緒にいて居眠りするってのが許せないわ。もう私だけはしゃいじゃってバカみたいじゃん。ねえ、本当にもう少しおしとやかになった方がいいのかな。そうしたらあんたも退屈したりしない？そうならいいわ。で、うん、よくない。つまり単純にあんたがぶったるんでるってことじゃない。今後居眠りなんかしたら許さないからね。しっかりしなさい。私の彼氏としてね。誰とデートするつもりやろか。ニセ恋、嫁入り。